それでは聞いてください、カラス。かけ違えたボタンを必死にやり直せど、うまくはゆかない苛立ちと歯がゆさに侵され、計り知れない劣等感に苛まれて、誰かをバカにして生まれた快楽に依存した、目を背けたくなるようなニュースばかり流れてる。人はなんで弱くて愚かなのでしょうか。私は誰だ、お前は誰なんだ。鏡に呟いた胸が苦しい、笑った仮面をかぶって耐えていたら、本当の自分すら見失ってしまったんだ。簡単に人は人を裏切るけど、金と薬は私を見捨てたりしないのよ。うつろなめて首の傷をなぜ私に言った、無邪気な笑顔だった彼女はもうどこにもいない。心の壊れゆく音はあまりにも静かだから、手遅れになるまで人は気づけない。幸せとはなんだ、生きる意味答えを出せない自分、避けなくて悔しいよ。食いしばったあの隙間から溢れ出た嗚咽が静かな道を決めて、羽を痛めた奴が不器用に飛んでいる。私はお前の気持ちがよくわかるよ。普通に生きるってなぜこんなに難しい。瓦礫の隙間から見据えた光を頼りに探しに行こう。理由で奴はあの木のガラスにそっとつぶやいた。私もWow!
ありがとうございました。ありがとうございます。